ヒーローバンク2。はい、ということで皆様こんにちは、こんばんは、おはようございます。僕です、ダイダラです。ヒーローバンク2、今から始めていきましょう。さあ、今回は四国に行くところですね。さっきのね、オープニング見た感じでは高知県行くんでしょうかね。行ってみましょう。トイレでゴー、四国大乱闘。つまり四国はトイレ、よくわかんない、うどん県じゃないんだよな。さあ、がっぽりカンパニー業務日誌。次の日から匿名エージェントの仕事を始めることになったんだけど、なんだか呆然としてるうちに朝が来てしまった。もう何も書く気がしないので一言だけ。大人ってずるい。ね。さあ、大人にね、借金1兆円を背負わされてしまった俺たちは、ね、これからどうしたらいいっていう。タイトン？あなたたちの呼び方、大大大借金トリオと、雪だるま式借金トリオ、どっちがいい？いや、雪だるまの方がなんかかっこいいじゃん。雪だるま式で頼むわ。どっちも嫌だよ。おじいちゃんまだふがふが言ってる。参るわね。ねえ、うん、おじいちゃんふがふがしか言えなくなっちゃった。クビーです。1兆円とか借金背負えって言われたらどうする？もう死ぬしかないじゃん。ねえ、どうしよう。もう前、この前のスイスフランとかでね、破産した人とかもかん、もう目じゃねえからね、これ。改正の当てなんてねえんだけど、どうしよう。心配すんなって。やることはただ一つ だ。電脳海賊をぶっ通すね。これで解決だ。だいたいあんたはいつも適当なのよ。兄ちゃん、クールダウンクールダウン。生きていけねえよな、ほんと。開拓地送られてしまう。誰が来たよ。こら、カイト。こら、カイト。何今の声。カイト、鼻からね、空気抜けた声。いいね。さあ、お客さん迎えに行きましょうね。さあ、誰が来たんだろう。こんにちは。はい、どちらさん。え、もう差し押さえ来たの。誰だ。あ、準備はいいか。関戸だね。これが今回のね、新しい仲間ですね。関戸くん、関戸くんね、一匹狼系のイケメン。よっしゃ、うん、イケメン枠。さあ、今作のイケメン枠。きなこ棒を舐めてるよね。きなこ棒って何なのそれ。きなこ棒って俺食ったことねえんだけど、みんな食ったことあんの？え？なんだ？お前のバンクポンジーにこのアプリをインストールしろ。え？何それ？居場所がわかるってやつ？なんだよ。ね、政府から預かってきた怪しい代物じゃねえよって。了解。結構うまいの？結構あるんだ、みんな。俺も知らねえんだもんけど、きなこ棒って。ない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 。何？アニメーション始まったで。は？ジャキン！貧乏たらしい、つらさらしたガキどもジャキンの。ブーはブーチョッキンジャキン。よろしゅうの。この豚野郎ども。ありがとうございます。ブチョッキン？ブチョッキン？何こいつ？豚野郎どもって。なんだこれ？何これ？これが、とりあえずマスコットキャラクターってやつ？ねえ、あれだよね、ジバ、うん、っていうことだよね。うん。ブチョッキン。あーね。ああ。借金取り立てアプリだ。なんでまだ入れんだよ。なんだそりゃ。ふざけんなよ。追い込みってやつなんだ。え、俺このさ、プラチナがマスコットキャラだと思ったんだけど。まあまあ。落ち着け。アリガネ全部いただこうってわけじゃねえよ。そういうこと、借金。そこそこ稼ぐまでは見逃したる。そうじゃな。昔の人も豚野郎は生かさず殺さずって言ってたけの。恐ろしい。おめえ財布見てたな。開けるな、ジャキン。開けたらぶちのめすけの。はあ。豚とウサギ？ね、豚ウサギってやつ？やめかの昔、豚とゴリラの人がいた気がする。ねえ。なんだこの豚野郎。遊んでんじゃねえ。
でも確かにあの頭見たら開けたくなるよね。ねえ、でもガマ口財布とか使ってる人いる今。ねえ、そう見ないけどね、ほんと。さあ、広告設定されましたね、マシュマロさん、ありがとうございます。え、使ってるの、ガマ口。ねえ、首から下げて使ってるってやつ。やべえじゃん、レトロじゃん。まあ、自分のベース行くのか。なんだろ、この豚野郎どもって言われたら、なんかちょっと、なんか顔面パンチ決めたいんだけど、これ。あーってなるで、確かに。はい。お次はっと。よし、じゃあ今からね、あそこ行きましょうか。ゴールドベースへ行ってきたいと思います。な伝説の10円玉ギザ銃的な？なんだ？カイト、伝説の10円玉を探すんじゃ。え？どういうことだ？ちょっとちょっと。おじいちゃんどうしたの？確かに急に。いやーすまんすまん。ああ、ネットの噂を思い出した？よいか。え、伝説の10円玉と呼ばれる謎のコイン。それ偽物じゃない？大丈夫？使ったら捕まらないかな俺。怒られない？うん。名前も正体もわからん天才プログラマーが作った AR マネー。今はどうなってるのやら。ねえ、コピーさえ誰もできとらんのじゃ。国宝級の名品ってことでとんでもない高値で取引される。マジか。それって、おお、そう、1枚10億円誰か、ねえ、伝説の10円玉と俺の10円玉交換しない？お願い。お願い、誰か。お願いします。ちょっとここの画面、俺の放送画面見ないで。マジか！やばいやばいやばい！集めよう！カイトに変なこと吹き飛ばないでよ。何よ？ねえ、カイトもカイトよ。そんな雪だるま式に都合のいいものあるわけないでしょ。出ました！雪だるま式。このゲーム始まって、なんか4回目ぐらい。え？今作使ってく、そう使ってくね、この雪だるま式。流行りそう、流行りそう。ええそうか、あると思うんじゃがの。いい、夢はそのくらいにして地道に借金返す方法を考えましょう。確かに話がうますぎるな。あー、ゴールドベース行くか。じゃあ今からとりあえずゴールドベース行ってきていいと思います。ね。よいしょ。戦闘がね、もう全部エンカウントバトルになったので、なんて言うんだろう。別に戦わなくてもいいんだよね、全部。だからちょっとそこは楽ちんになったなって思います、このゲーム。じゃあ、とりあえず行ってみますか。シンボルエンカウントになったんだよね。さて、ここが、我が家、ゴールド。ね。でかい。この増築増築増築を繰り返したっていう、しかもなんかやばそうな建物。うん、なんか出てきた。豚野郎来た。貧乏正しいとこジャッキーン。やろてめえぶっ飛ばすところだ。なんだ？俺とブーチョッキンは今日からガッポリカンパニーの社外監査役だ。じゃ監査役もいんの？やめてくれよ。なんだ、いいですか。会社の経営を社外からチェックする人のことですよ。さあ、広告設定。ね、リスナー一同さん、ありがとうございます。やべえ。借金が雪だるま式に増えてくって。なにこれ。まあ、いいさ。でっけえ会社っぽくていいじゃん。だからさ。仲間が増えるのはいいことじゃねえか。慣れ合うつもり。恐ろしい。慣れ合いは求めないってやつだね。いいよ、そういうの。そうじゃき。わしらは監視する役。踊れは脳みそまで豚か。ちょっと、こいつマジで、なんか煽り性能高えな。俺もちょっと気を抜いたら、ちょっと顔面パンチいきそう、マジで。
こいつ口悪いな。借金取り立て稽古プログラム。なんだこれ。ハムにしてやろうかってね。なんか偏ったイメージ作られてるみたいですが。計算通りだ。おめえが作ったのか。おめえの脳みそ見せてみろや。やめるんじゃけん。ウリウリウリ。カイトも結構うぜえな。なんじゃけん。チャキン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 で。ちょっとカイトくん。おーおーおー、わちゃわちゃしないの。えい、じゃあゴールドベース入ってみましょうか。じゃあただいまー。へい、じゃあここはいつもの基地ですね。ちょ待って、また千年のおっさんおるの？なんでいんの？もう出番なくない？君、前作はこいつが借金取り立て屋だったんだよ。確かにそんな顔してるでしょ。前作借金100億円の取り立て役がこの人で、ねえ、もう借金返したからいらないはずな、いないはずなのに、なんでいるの？うっさい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 。手も貸そうと思ってきてやったのに。ねえ。みたいなセリフ、昨日も聞いた気がする。お金くれるの？もしかして。うん。うん。あ、お前たちを働かせて、俺たち大人が高みの見物ってわけにはいかんから。ああ！いい人だ！頼む！そのまま全額返しといて。まったく。ちょ、待て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 、おかしいおかしいおかしい。と言っても俺にできるのは留守番と情報集め。え、つまり、あれ？あったかい部屋で、ね、留守番しながらネットサーフィンってやつ？なるほどな。俺たちじゃん。やべえ。俺たちじゃん。ちょ、待て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 。やったじゃん。よーし！とりあえず、分かってること聞かせてやろう。これ、あれ、2チャンネルで、ね、覚えた知識を披露してます。頼むぜ。いいか？差し押さえの塔があるのは、東京、青森、名古屋、大阪、広島、高知、沖縄の7カ所。ね、さ、皆さんの、生まれ育ったとこありますか？多分ない人は、多分もう、やばいと思います。ちょっと、なんで来たのってやつ。かわいそう。まあ、俺は、東京、今東京に住んでるので、まあ、最強ってわけ。わかる？わかる？ね、東京都、ね、青森県、名古屋県、大阪県。なんでやで。やめようやめよう。はい、ということでね、まあ、いろいろあります。それぞれ関東、東北、北海道、中部、近畿、中国、四国、九州。ね。沖縄を支配してる。なるほど。へぇー。へぇー。なるほどね。がっぽりくんってどこにあんの？なんと。で、各地の塔を守ってるのが七福神と呼ばれる幹部だ。なるほど。七福神。強そう。がっぽり杯の決勝戦に乱入したやつらだ。めっちゃ強いやつだよね、これ。やるー！わかったぜ。宝船って感じ？なんだよ。ほう。総理のおっさんに頼まれなくなってやりたくなってきたぜ。うん、いやはや。じゃあどこから始めますか？ダメだ。東京は無理だって。東京無理？俺死ぬんじゃねえの、もしかして。早く助けに来てくれ。待て待て。大阪はどうだ？大阪？行くぞ大阪リスナー！すごいけど。やばいんだけど。うん。うむ。近畿エリアを開封しよう。いいぞ。わかった。飛行機で行くかリンヤか。電脳海賊に感づかれる。空間転送だ。ほい。ほい。そうだ。俺の帰省？帰るか大阪へ。ああ。ねえ、安全になったから使えよ。バレんじゃないですか？ああ、だから。どうしたんだけど？なあ。トイレはどこだ？なんだよ。一休みするか？え、トイレ、トイレにおめえらも来い！
あ、うるせえ。ああ、来いよ。ああ、これは、ああ、ちょっといけませんよ。わかったよ。ああ、いいよ、来いよ。ああ、よし、次来てしまった。ここはトイレだよ。そうか、じゃあなんだよこれ。いいぜいいぜって何？え、何かしたんだけど。強力消臭機能付きワープマシン、消すだけをセットした。え？消すだけ？ああ、空間転送できるようにする装置だ。やべえ。なるほど。トイレにセットするんですか？何やこの設定。道路や空港などは全部監視されてるが、トイレだけは抑えられてない。なるほど、頭いい。それ、そうだ、それはトイレは道じゃないから。いや、トイレの流れは世の中至るところ通じてる。お通じって言うだろお前。それをうまいこと言ったと思ってるでしょ。ねえ、下り顔してるよ今。うん。ちょ、首かしげてクエスチョンマークだからねこれ。そうか、そう。いや、結構なドヤ顔で言われると納得してしまうって。ねえ、残念なイケメンじゃねこいつ、もしかして。わかった。まあトイレってまあいろいろあるわな。うん。トイレワープでいっとこうか、そのままやね。やるー。まあまあじゃねえか。その通りだ。はい。いやけど。トイレワープするか。じゃあトイレワープしましょう。行くぜー。ちょ、リスナーのトイレに行くから、ま、開けといて。閉じてたらダメだよ。だからさ。じゃあ掃除しといてね。よし。なんか出てきた。開けてる。オッケーオッケー。え？なんだお前だ。トイレワープのナビ機能。この豚野郎ども。あ。なやこいつ、言うだけ言って帰ってきたぞ。トイレワープを起動します。あー、流されるー。あー。さあ、トイレワープ、強力消臭機能付きワープマシン、消すだけを使って全国のトイレにワープできる。来たぜ。どのトイレでも俺は行ける。任しとけって。あれ帰ってきた普通に。ガッポリ行くじゃんここ。トイレワープを起動します。へーい。さあ大阪。え、ちょ、待って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 。え、このゲームもしかして47ステージある？ちょ待って、俺少し甘く見てたかもしれない。あー、大阪だー、我が故郷、帰ってきたぞ。なに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 。移動先使用中だったよもう。うん、大阪着いたか。なんかー、いえ、気持ち悪いぜ。誰ですか。なんですか君たちは。お前トイレみたいな頭しゅって。うえー、ジョイ変態ですか。言われてんぞリスナー。違うけど。あ、いや、事故事故。あ、めっちゃ怒っとんで。あー、びっくりした。トイレから来てトイレに着くんですね。トイレワープだからな。はい、だけど。なんかよくわかんねえんだけど。え、大阪か？いや、大阪だってこれ。やべえ、あれ、あー！大阪っぽい！ゼニトラタワーですよ。前から立ってたんだけど。差し押さえの塔はどこだ？え？
ヒーロー儀を封じる信号があそこから出てる。ゼニドラタワー。なるほど。よっしゃよっしゃ、そこ行ってぶっ飛ばそうぜ。よく考えろ。向こうは元電脳庁の公務員がぞろぞろいる。どうしよう。さあ、海賊と戦ってる人たちを探していくってことだね。任して。ああ！ついに来た。今日も来た。俺たちのビビビビタイム。ああ、キャプらなきゃ。ああ、ビビッと来た。ああ、今日も来た。今日も来た。俺たち、生きてるって感じする。生きてる、生きてる。よし。おお、さすがお告げ部長、こういう時頼りになるぜ。何プラチナのお告げってやつか。話には聞いていたが。何言ってんだよ、何言ってんだ、何言ってんだお前は。うんうん、なんだけど。え、南、東、北、西、みんな覚えててこれ、大丈夫？南、東、北、西、ね、この順番ね。下から、時計回りじゃない、反時計回りに下からグイッと行けって感じだよね。オッケーオッケーオッケー。行ってきます。実際来てもわかんねえな。なんだよ。お次の力体験したらわかるよ。さあ、南から聞き込みだ、行ってみよう。はい、こっちです。よっしゃ。よし。忘れたらリスナーのコメ見てね、オッケー。電脳海賊に見つかるとヒーローバトルを挑まれるぞって。ああ、出た、これがシンボル演歌のたこ焼き食おう。ああ、腹減った、腹減った。おっと、食いたい。ああ。551食いてー。